はい、じゃあ今日はこちらのポケモンカード開封していくよ。ねえ、ウォッシュとロム、ツイキャス中にポケモンカードの、あんたポケモノばっかやっとんだね。ポケモノ、ポケモンカードです、うん、はい、A も持ちたいと。このタイミングで、うん、このタイミングでデリバリー、変な魚デリバリー、デリバリー、これね。なに、あんたも、乗ってきたね。いくよ、ちょ、近くやるなって、お前。ちょっといくよ、ほんとに。いいよ、はい、こっちやるよ。せーの、でん。やべえ、これ、これすごいな。すごいだろ、こんなにいいセット、夢がある。順番に言うと、緑さん、緑、それは大きいね、でもこれ大きいだろ。ポニョ、千尋だこ、千尋だこって言うんだ。千尋だこ、角長千尋エビ、あと千尋エビだ。あとこれ、それうまいよね。これミノエビ、カブトエビじゃねえんだ。じゃあミノエビだよ。ミノエビって言うんだ。ミノエビって言うんだよ。へえ、これ何、これ銀ザメだか。銀ザメだよね、銀ザメだよね。これサメじゃないですか。刺されるといかんよ、これ。これ毒あるよ、これ。あ、それ俺動画で言うから言わないでください。はい、言わないです。はい、じゃあやり直し。はい、いいよ。いろいろあるんでね、はい、一生懸命作ってください。はい、また来るんで、はい、みんな待っててね。はい、バイバイ。はい、どうもこんにちは、金子でございますということで、本日の食材がこちら、よいしょ、銀ザメっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、銀ザメということでね、銀色のやつが出ました。このサメね、図鑑では見たことあるんですけど、実物は初めて見ましたね。市場にもこいつはね、そんなに並ばない魚ですね。で、その理由が分かりましたわ。このサメめちゃくちゃまずいらしいですわ。変な魚おじさんが言ってました。変な魚おじさんの今まで食べた魚の中のまずいランキング第2位らしいですね。1位はシャチブリ。ちょっとこんなね、珍しいお魚なんで、みんなと一緒にちょっと観察していきましょうか。まずは顔、こんな感じですね。でね、おでこになんか出っ張りみたいな、こんな、これがあるんですよ。で、目はこんな、ちょっとね、小判型っていうか。で、真ん中にこういう風に水晶体があって、で、黒のラインが一本入ってますね。でね、顔がこうなんか傷が入ってるみたいな感じで、ちょっとかっこいい。で、口がこんな感じ。歯はね、こうサメのギザギザの歯っていうか、フグとかカワハギ、そういうのに近い感じの歯をしてます。すごい硬い、これ。で、これがエラかな。で、なんたってこのかっこいいこの透明なヒレ、めちゃめちゃ美しい。フカヒレは取れなさそうだね、このサメでは。で、この銀色のフォルムに、このちょっとね、あの動画では言えないサメのですね。で、こうどん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 こう細長くなってって、で、最終的には尻尾はこんな感じだよっていうお魚ですね。あ、ほんでここ、これ、このトゲがあるんですけど、ここね、毒があるらしいです。刺さるとめちゃめちゃ痛いらしいんで、これ気をつけてください。ということで、今日はこちらの銀ザメ、こちらを使って姿作り作っていきたいなと思います。こんだけせっかくかっこいい魚なんで、頭も使わないともったいないですよね。久しぶりに船もね、出してきましたんで、作っていきたいなと思います。じゃあまずこちら、頭を落として3枚に落としていきます。ヒレの後ろから1本。あ、骨はね、すっごい柔らかいです。スッて入っていく。ほら、まあ、出歯が切れるっていうのもあるんですけどね。はい、頭が取れました。そしたら姿作りなので、今日はエラも抜いちゃいますね。うわっ、くせっ、くっさ、やばっ。はい、ではこのようにエラが抜けました。そしたらこの角が危ないんで、ここを切り落とします。これ、そしたらお腹を割って内臓を取り出していきます。こちらが内臓ですね。これが肝臓かな、肝臓。これなんだろうね、この丸っこいの、ちょっとわかんないですけども。で、中にはね、このカニとかね、エビとか、そういうカラカラ系のやつが入ってますね。何これ、この、ここの付け根からこんな部位が出てきた。これなんじゃこりゃ。ニガ玉とはまた、ニガ玉か、これなんか出てくる、こうやって緑色の液体が。ちょっと舐めてみましょうか。びっくりした。やばすぎる、くせえ。はい、そしたら3枚におろしていきます。まずこのね、を取っていきます。はい、そしたらこの状態になったら、戻していきますよ。あー、身質はサメだな。簡単に包丁が入っていく。
よいしょ。こんな感じですね。なんか油がありそうな身してるけどな。はい、このように3枚におろせました。そうしましたら腹骨をすいていきます。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたら皮を引いていきます。うん、綺麗な身だ。はい、そうしましたらこのように皮が引けた身、こちらを塩水につけて洗っていきます。はい、ではこのように塩水処理も終わりました。はい、ではでは、まずはね、大根のつまを作っていきます。はい、大根ですね。そしたら最近活躍気味のこの自動つま抜き機くんでつまを作っていきます。ボウルに水を入れて、つまがつけました。はい、そしたらこちら船盛りですね。ここに盛り付けていきます。あー、どういった、かわいいのがなくて、うーわ、やばい、かわいいの入ってきた。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。なんかね、ちょっとね、思ったより上手にできなかった。途中でね、あれ、わざわざこれ姿作りにする必要あったかなって思いながら作ってたっす。まあまあまあ、でもお刺身状にはできたんでね。で、なんかちょっとね、あまり食欲をそそらないですね、この顔は。盛り付けといてなんですけど、なんか思ってたのとちょっと違うって、そんなことはさておきだな。じゃあね、このね、まずいまずいと言われている銀ザメのお刺身食べていきたいと思います。パッと見ね、こう油は乗ってそうな身質なんですよね。油浮くかな、ちょん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 、え、油ゼロなんですけど。これ油の乗ってそうな身に見えるだけ、まさかまさかの、全く油乗ってないですね。じゃあいただきます。ん、ちょっと待ってよ、醤油つけたからちょっといまいち分かんなかった。もう一枚醤油つけずにこのままいただきます。なるほどね。意外に臭みはないんですよね。うん、醤油つけた時に、本当に、ちょっと、あれ、美味しいな、みたいな。で、醤油つけないで食べたら、なんだろうな、やっぱり水っぽいですね、身は。で、
噛んでいくと若干ねこう下べらにこうサメ独特の風味みたいなやつは多少は残るんですけど、まあんま気にならないくらい、まあ、全然ご飯と一緒になったら全然食べれるようなそんな感じのお刺身ですね。僕ハンマーヘッドシャークの姿作り一回作ってて、あれのねイメージが強すぎてちょっと怖かったんですけど、美味しい。銀ザメのお刺身全然食べれます。でも熱を通すと美味しくないって変な魚おじさん言ってた。はい、ということで今日はこちらの銀ザメのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀のやつ。久しぶりに7対3決めたいよ。最近適当になりつつあるからね。よし、 OK。 はい、こちら7対3ですね。いただきます。うわ、こいつはいつも裏切らない。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は変な魚おじさんからいただいた銀ザメっていうお魚を食べてみましたけども、でまずいって聞かされてましたけど、まあそんなにめちゃめちゃまずいかなっていう感じでしたね。まあでも火通したらちょっと変わるんでしょうね。お刺身で食べた分には全然食べれました。だからなかなかその流通しない理由が分かりましたね。あ、見たことないですもんね。結構探してたんですよ、僕も市場行った時に銀ザメいないかなって。一回見たことあるんですよ。見たことあって、その深海魚セットみたいな一箱1000円みたいなとこにこんなちっぽけな銀ザメが1匹入ってたんですよ。これじゃ動画にできないなと思って、でも今日はねあんなに大きい銀ザメいただいたんでね、動画にできました。変な魚のおじさんありがとう。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。